今日はですね、初めての試みなんですけど、ジャパンヴィンテージをちょっと取り扱ってみようかなと思ってるんですが、このギター非常に面白いので、ちょっとね、語っていきたいなと思います。2022年にですね、これだけ使える音が出るっていう。はい、こんにちは、バートマンです。僕は国内外様々なアーティストの皆さんとご一緒させてもらったり、駆け込みギターラボといってですね、ギター専用のオンラインサロンを運営しております。こちらには神さんクラスっていう無料クラスがありまして、今参加するとですね、無料で10本のですね、レッスン動画を見れるようになってますんで、今だけなのでね、ぜひですね、概要欄の方からご覧ください。今日はですね、初めての試みなんですけど、ジャパンヴィンテージをちょっと取り扱ってみようかなと思ってるんですが、正直ですね、詳しくないんですよ。詳しくないんですが、僕がお世話になっているテイラーというギターメーカーがあります。そこの日本のまあ立役者というか、アーティストラウンジって言ってね、テイラーのギターをいろいろ試奏できるところがあるんですよ。そこの、まあ、オーナー店長のですね、細沢さんが、ちょっとこれ倉庫にあって、誰か引き取ってくれませんかみたいな感じでですね、譲っていただきました。で、ネタにしていいよっていうことでですね、いただいてきたので、まあ、この間ね、このスライドバーの時にちょっと弾いてたでしょ？はい。それはそういうことだったんですよ。というわけでですね、このギター非常に面白いので、ちょっとね、語っていきたいなと思います。で、細沢さんがなぜこれ持ってたかというと、もともとレオミュージックっていう会社の方なんですね、細沢さんって。で、じゃあレオミュージックって何の会社かというとですね、イングベイのほら、マーシャルの壁あるでしょ。ああいう、要は、まあ、その、大きなステージでの、すごい機材、あるじゃないですか。あれを貸し出したり、あれを設置するスタッフを派遣したりとかですね。まあ、僕らがステージ上がってる時に、こう、ガチャってね、シールドはめてくれたり、チューニング狂ったギターを持ってってくれて、また、新しいの持ってきてくれたり、持ち帰させてくれたりとかっていう、あの、仕事をされている、まあ、その、精鋭部隊がですね、揃っている会社なわけです。まあ、日本のコンサートは、そういう風に、そういうスタッフの皆さんのおかげでですね、成り立ってるっていうわけなんですね。その会社の社長さん、長澤さんがですね、ナルモシゲルさんといって、ドクターシゲル、ナルモシゲルさんって昔、僕ら子供の時の大ヒーローですよ。ギターめちゃくちゃ弾きまくる、人がいまして、その方がラジオをやってくれてたおかげでですね、ギターが上手くなったんですけども、その人と一緒にメーカーに行ってですね、それこそジミーペイジの写真を持って、レスポールを持ってるジミーペイジのね、写真を持って、これを作ってくれっていう風に作ったのがですね、このギターの、まあ、一番最初期ですね。そっからだんだん発展してって、いろんなモデルが出ましたよっていう、結構最初の方のモデルなわけです。ね。これ、写真で作ったんですよ。写真を見るだけで作ったってすごくない？でも、写真を見てるから、いわゆるその裏側見たりしてないので、いろいろ変なところもあるんですけど、写真見ただけではできなくないかっていうところが、ちゃんと再現されててですね、めちゃくちゃすごいんですよ。はい。で、例えばなんですが、フェンダーのようにネックが取り外せるようになってます。すごくないですか？アジア産の？安いギターとかは逆にこうなったりしてますけど、そういうことじゃなくて、写真はレスポールの前しか見えなかったから、ここがレスポールは接着されてるもんだとは知らないから、ネジ止めしてあるんですよ。フェンダーしか見てない人たちは、これしか想像がつかなかったんですね。多分ね。そして、これベンドトップって言うでしょ？レスポールって、こう、ほら。ここがね、こうやって膨らんでるじゃないですか、レスポールって。膨らましてあるんですよ。すごくない？木を張って、こうやって削ってるとは知らないんで、浮いてるんですよ。要は、一枚板を曲げて膨らましてるんだと思うんです、これ。面白くない？すごいっすよね。ちょっとね、ペグは当時のペグなのか何なのか、これ、まあ一応多分本物のペグだと思うんですけども、これね、モデルはね、EG420 という、モデルのようなんです。一時期ギブソンのレスポールはですね、グローバー社のペグに変える、オリジナルペグが弱すぎて、このね、グローバーっていうちょっと鉄製の大きなペグに変えるのが流行ったんですよね。その時期だからなのかな、わかんないけど、こういうペグがついてたから、これにした方がいいと思ったのかな、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そういうペグがついています。なんか、ちゃんとね、これ、何
トラスロットカバーもね、なんかすごい本物っぽいし。で、これよくありますね。このちょっとロゴも触っとこうかな。グレコなんだけど、グネコに見えません？これをグネコロゴ磁気って言ったりするようですね。ね。で、ちょっと変だなと思うのが、このストラップピンの位置ね。これ穴開け直したりしてませんよ。この位置なんですよ。これ相当先端が細くないとね、はまりませんね。はい。あの、ブリッジとかもね、よくできてる。結構ね、あの、早急にできたみたいなんですよ。お願いしに行って。それで、ナノボさんが本物より安くって音がいいっていうんで、もうめちゃくちゃ売れたというモデルなんです。このね、レスポールなのにここがね、ストラトのように丸いのも最高ですよね。テレキャスか、いや、まあ、ストラトかな。うん、そう。だからまあ写真だからね、あ、よくわかんなかったんですよね。でね、すごいのが、音もいいんですよ。これならですね、やっぱり本物より音がいいとかっていう言い方をしてもですね、みんな確かにって思うかも。当時こんなにいいギターだとですね、だって当時でも多分2、30万すると思うんですよね、ギブソンって。それに対してこれ3万とか4万の値段なんで、まあみんなこれ使えますよね。ただね、あのもう一つ、そういえばあったあった。このね、ピックアップが不思議で、あの、銀のカバーついてんのに、オープンになってるって言ったらいいのかな、くり抜いてあるって言ったらいいのかな。はい。なんか、あの、時期によってはマクソン製だったりとか、当時のグレコ製だったりとか、いろいろあるみたいですね。まあ本当にね、よくできすぎてて、例えばこのヘッドの角度がちゃんとついてることとかね。はい。そして、このボディからネックがちゃんとこうやって角度ついて出てるでしょ。ね、写真で見たんだったら俺まっすぐ作るんじゃないかなと思うんですけど、この時のやっぱ職人さんとかが本当に素晴らしいんですね。まあ見ただけで機能がわかるんでしょう。まあどういう風に作られているかがですね、よく撮れたんじゃないかなと。で、トップは、シカモアっていうね、メープルにそっくりな材だったようです。で、実際にちょっと見えにくいかもしれないけど、ね、トラ目がちょっと出てます、ちゃんと。シカモアがね、非常に出やすいんで、らしいんですよね。で、ちゃんとマホガニーバッグなんです。そして、マホガニーネックなんです。なんかね、本当に素晴らしい作りでびっくりしていますね。あ、それで、シバンはエボニーかな。これローゾットか。ローゾットですね。はい。ちゃんとね、作られているんです。ちゃんと作ってるでしょうけど、いや、それにしても、だって一時期なんか、もうチューニングもなんか合ってないなみたいなギターとかも意外と登場したりした時代もあったので、それから比べるとですね、そっくりに作ってあって、まあびっくりしますね。やっぱりね、ピックアップとか見て、ピックアップとか見るとなんかちょっとね、やっぱり本物とは違いますよね、みたいな感じなんですが、これ中身変わってるような気もするな、なんかこのピックアップ。なんか、本当はこのピックアップの、このポールピースがね、真四角だったりするのね。なんでこれ多分中身だけ入れ替えてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、まあちょっと審議のことはね、どうでもいいかなと思います。あの、2022年にですね、これだけ使える音が出るっていう。その方が驚きだと思います。はい。で、めちゃくちゃ軽くて弾きやすいっていうね。コントロール関係も開けてみましょうか。ね。一応ね、あ、マホガニーなのにね、あの、ネジ山が死んでませんね。マホガニーってやっぱり木がね、柔らかいんで、ネジの穴がバカになるんですけど、で、実際これジャックはもう、あの、パコパコだったんですね。ネジ山が死んでしまってて。コントロールキャビティの方は大丈夫ですね。ただ、あの、ネジが斜めに刺さってますね。まあ、昔のなんかギターあるあるだな。なんかまっすぐ刺さってないんですよ。この方がいいとこあるのかな？もしかしたら職人さん側として。はい。ああ、すごいすごい。ああ、すごいね。どんな感じかというと、こんな感じですね。
非常に、ちょっと、あの、裏側の CD 棚が映ってしまってますけど、こんなね、なんか本当にまさにギブソンっていう作りになってますね。びっくり。しかも、見る限りですね、そんなに配線いじってないので、ピックアップもオリジナルかもしれませんね。はい。いやー、面白いギターをありがとうございました、細澤さん。はい、というわけでですね、今日は、グレコの EG420 と思われるものをご紹介しました。ジャパンヴィンテージをね、辿っていっても面白いかもしれませんね。ぜひ、あの、詳しい方が、グレコについて詳しい方がいらっしゃいましたら、これのコメントお待ちしています。ぜひですね、どういうものなのか教えてください。もの自体もめちゃくちゃいいと思います。はい。というわけでですね、コメントお待ちしております。というわけで、この動画が気に入りましたら、チャンネル登録とかコメント、高評価もぜひよろしくお願いします。というわけで、引き続き、動画、どん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 出していきますので、応援よろしくお願いします。それでは。おすすめ動画はこちらとこちらになっております。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。